コール1は、バクテリアに用いられるプラスミド。その名前は、コリシン E1 遺伝子を持っていることに由来している。また、陰遺伝子を使用して、この3生物からの免疫をコードする。さらに、プラスミドには一連の移動性遺伝子がある。そのサイズと単一のエクリー認識部位の存在により、ベクター候補とみなされた。コール1の複製は、起点から始まる。 このポイントから 555BP 上流で RNA ポリメラージェはルナイの転写を開始する。ルナイはプレプライマーとして機能しリーダーさの合成を開始する。転写産物は新生 RNA と起源 DNA の間の相互作用を安定させる二次構造に折りたたまれる。このハイブリッドは RNA さを切断し酸ヒドロキシルモトを露出するリボヌクレス H によって 攻撃される。これにより DNA ポリメラーゼアイによるリーディングストランドの伸長が可能になる。ラギングストランド合成は後で宿主細胞によってコードされたプライマーゼによって開始される。翻訳の阻害は細胞の成長を停止しますがコール1の複製は停止しない。ロップタンパク質の翻訳も阻害されるため通常のコピー数よりも多いとこれらの細胞が生じる。 ルナイは、ルナイの一部の逆転車産ものであるため、ご末端に結合する。これにより、ルナイのフォールディングが変化し、DNA、RNA ハイブリッドが安定化されず、切断が発生しない。このため、高いコピー数では、r n a アイノードの増加により複製が遅くなる。ロップは二次複製抑制因子であり、ルナイ、ルナイハイブリッドを安定化する。ロップは、 遅い成長率での暴走複製の防止に特に重要となる。コール1のコピー数は1細胞あたり10から15、またはそれ以上。ありがとうございます。